2022年10月のラジオスタジオ75、スモールサークルフレンズの東力と翔月です。スモールサークルフレンズアルバムアナザーセルからプレイタイムリミックス。半期に一度の絶好調、フル回転する前頭葉、 V の字サイン勢いよ、このままずっとビクトリーロード、調子乗っちゃって一月、そこで突然のブレーキ、風向き変わって力尽き、伝説まで目前あと一息、そんないつものペース、いつものサイクル、ちゃんとスランプは回ってくる、望む望まずに関わらず、全知全能にはついぞ届かず、ならば数チャットあがいてもとっくにガス欠、今は諦めろ、漂うコーヒーの香りフェローのれんくぐってお邪魔しま、ハロー変わり映えしないGood morning 部屋の外ではどうやら曇り、毎日ずっと休暇中のつもり、これからまた続くストーリー Yeah yeah。 コーヒー片手に逃避行、湯気の向こうに見える蜃気楼、一度に使い込んだ脳の疲労、洗いにかけていった真っ白、なんでもない午後のひととき、生活が染み込んだ居心地よい、古いアパートがリゾート地、波に浮かぶ物語、紐解き君と共に、優しく微笑む波風が運ぶ時間がとろける、ずっとロングバケーション、差し込む日の光、二人ハレーション、混乱と調和分かち合い、白くぼやけた視界、そこに黒鍵と音符立ち合い、再び刻むミュージカルタイム、変わり映えしない Good morning 部屋の外ではどうやら曇り、毎日ずっと休暇中のつもり、これからまた続くストーリー Yeah yeahスモールサークルフレンズでプレイタイムリミックスを聴いていただきました。はい、はい、8月17日にリリースした、はい、セルのリミックスアルバムアナザーセル、皆さん聴いていただいたでしょうか。そして先日10月7日金曜日には、うん、アナザーセルのインストルメンタルをリリースしました。しました。バンドキャンプオンリーなので、うん、まだ聴いてない人はバンドキャンプ SCF75 で、9月25日日曜日に、はいはい、イモニロックフェス、うん、出演してきました。はい、神奈川県の三浦半島三崎港へ、はい、行ってきまして、はい、もちろん三崎港へ行くの初めてで、うんうん、イモニロックも初めてだし、うんうん、まずね、三崎港駅だっけ、うん、三崎駅だっけ、うん、まあ駅に着いた途端にマグロ、もうマグロ推しがすごかったね。マグロ推しだったね、うんうん、駅にもなんかそういうマグロが食べられる定食屋みたいなのがあったりとか、そうそうそう、あったりね、あの、まあ、要はよくキオスクがあるような位置に外で売っているような感覚で売ってあったよね、うん、マグロのなんていう缶詰的なものから干し物とか、うん、そうね、うん、そして、まあ、バスに乗って三崎港まで行くんだけれども、うん、まあ、そこに行ったらモールでもないか、商業施設、う、ね、うんうんうん、いろんな料理屋さんがあったりとか、うん、船に乗って海岸出て遊覧したりとか、うんうん、ちっちゃな遊覧船がいたよね。ね、すごい並んでたよ ね、うんうん、ライブに行くお客さんと、うんうんうん、混在してたよね遊びに来てるだけ、うんうんうん、マグロ食べに来てるだけの人とかも混在してて、うんうんうん、で最初はなんか、うん、ライブしに来たというよりも、うん、なかなかあの私たち
行かないじゃないですか、まあ、遊園地的なところというか、うんうん、モール的なところもそうだけど行かない、ね、うん、新鮮と思って、うん、そう、で、まあ、その公園の部分にね、うん、ステージ作って、うん、そこで芋煮ロックフェスが行われてるんですけれども、うん、その出演する人たちの顔ぶれもあって、うん、我々世代みたいなが中心だったような気がするです。いや、まあ、まさに我々世代でしたよねサニーデー世代っていうかなんだっけ、なんとかなんとかさん名前を、ふみ山内さんなんでふみ山内山内さんは出てないでしょ。いや、まあ、出てる人あの一番最後に歌って川本誠さん、あ、そうそう、ふみ山内さんにも会う、まあ、ふみ山内さんが象徴してるじゃない。あ、でも言われたらその通りね、ふみ山内さんがいるイベントだから、何かもめ合唱団、まあ、選曲というとちょっと変な言い方なんだけど、あのその合唱団、ちっちゃい子が、うん、あの歌うんだけど、うん、まあ、ほぼその演目がそういった世代の演目なんだよね。うん、そうだね、うん、まあ、その中にもね、あのちょっと下の世代っていうか、うん、若い世代のバンドも出てたりとかして、うん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 、まあ、基本的にはとてもアットホームな、うんうんうん、芋煮があったりとか、当然ね、芋煮売ってたりとか、うんうん、あの玉こんにゃくがすごかったね、ワインとか、うん、コーヒー飲んだよ、ね、コーヒー美味しかった、すごい。そう、ローストワークスかな、うん、あの渋谷、うん、富ヶ谷、富ヶ谷です。僕ちょうどそう、なんかね、前を通ったって言ってたよね、うんうんうん、ちょっと通ったんですよ、うん、とっても美味しかった。あのずっとドリップしてたんだよね、あの場で。そうなの、本当に美味しかったね。 温度とか、お店も前通ってみたんですけど、うん、綺麗で、うん、中にこの焙煎機、でっかい焙煎機があって、うんうんうん、渋谷駅からね結構あるんで。結構あるんだ。イメージ的には渋谷駅の近くって思ったんだけど、どっちかって言ったら東大の近く、ああ、駒場の方、うん、フレッシュネスバーガーの本店の前を、そう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 、フレッシュネスの蓮向かいくらいの、ああ、そうなんだ、うん、ちょっとハスがでかすぎるけど、ハスでかいね、でかいハスだけど、まあ分かった、うんうん、うん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 、そんな感じ。あ、うん、昔あのゴンザレス鈴木さんのあれがあったとこね、スタジオがあったとこね。ああ、だっけ、うん、いや、いかん、ローストワークスの話でどんどん広がる、うん、うん、芋煮ロックカフェのライブいかがでした。芋煮ロックカフェ面白いよ。芋煮ロックフェスライブいかがでした。面白かったですね。面白かったですか、うん、まあ、全てひっくるめて、大体あのライブをここ3年休んでいたっていうのもあるし、うん、だそういう外に出ていく、でいろんなものが、人に会うにしても久しぶりだし、うん、てんこ盛りだったよね、僕らにとってはね。いろいろね、そう、電車乗り継いだりとか、ね、バス乗って結構乗り継いだよね、うんうん、で、まあ、ライブになりまして、我々の出番、うん、フェスだから、うん、その前もってリハとかするわけじゃないから、そうそうそう、もう出番前にちょっと声出す、音出すみたいな感じで、うんうん、もうね、お客さんがいる前でもう準備とちょっとしたサウンドチェック、うんうん、そうそう、今音出しチェックですよみたいな感じで言って、やってね、うんうん、まあ、結構もう焦るわけじゃない、とりあえず20分で焦るよね、組み立てて音出ししてみたいな、うんうんうん、はい、できた、よしよし、ライブしますって言ってバーンと音出して歌い始めようとしたら、うん、あ、ちょっと待ってくださいって言われたよね。ちょっと笑ったよね。あの SE がありますって言われて、うん、言ってよみたいな、うん、段取り聞いてないっていう、そうそうそう、うん、ちょうど前の日、もう前の日っていうより朝まで台風が来ていて、もう本当に晴れるとかって思って、晴れるっていう予報みたいな感じだった、うん、本当に晴れたね、そうですね、スッパーンと晴れて、うんうんうん、本当雲がないぐらい、うん、気持ちよかった、うんうん、で、まあね、楽しくライブしてたんですけども、はい、まあね、集中してたんですけど、う
まあ、暮らしの手帳を歌ってて、まあ、全然なんか思いもよらないけど一番歌ってすっかり忘れてた、うん、でさつきさんの歌になって、うん、でまた僕のパートに戻るときに、うん、なんかなふっと一瞬なんかぼーっとしちゃってわかるちょっと、ま、シラフになるっていうのも変なんだけど、うん、なんかそういう瞬間、うん、あの特に野外とかあるね。そうね。すごいあるね。遠くになっちゃうっていう。うん、そう、うんうん、油断する油断じゃないな。あいや、ね、でも油断するとだね。うんうん、で出てこなくなって、うん、あ抜けたと思って。うん。うん、どうしよう。まあとにかく思い出そうと思って。うん、でまあ4小節過ぎたぐらいのところで次の、うん、あの。4小節になったところで、そうだね、あこれかなと思ってむっちゃ珍しいことしたよね。歌い始めたんだけど、うん、歌い始めがそのまあ16小節あるとするじゃない、うんうんうん、5小節目のところから、うん、僕は9小節目からの歌詞を歌っちゃってたから、うん、4小節余っちゃうね。どんな顔してた？意外とスンとしてた。いつものようなスン顔だった。さつきさんは好きはあれみたいな。あ、本当？あ、やっちゃった。僕の方見てた。あ、見てた。ああ目もあった。ああ、うん、目もあったけど、うん、何みたいな。何か、まあ、とりあえず何かだよね。うん、どうしましたみたいな感じで、うん、ずっとあの、うん、何にも歌ってなかった、うん、そうね。だから一回それがあるとまた来るんじゃないかと思って。ああ、抜けるが来るんじゃないかと思って。ヒヤヒヤするよね。あ、それはわかるね、うん。ちょっと慎重っていうか、うんうんうん、ああ抜けませんように抜けませんようにってな感じでしたね。うん。まあなんかこうすべてにその文山内さんにしても、うん、久しぶりに会ったっていうか、まあ曽我部さんとかもさ、まあ10年単位で会ってなかったし、うん、うん、とてもいいイベントだなと思いました。うん。10月2日、はい、和歌山県和歌の浦、はいはい、バグースにて寝なし草、はい、2年ぶり、うん、2年ぶり、まあ、僕らは2年ぶりで、うん、で、まあ、10月2日も、うん、そのさすがに寒いんじゃないか、うん、いやでもまだ夏が残ってるかもみたいなことを言って、うん、まあ、実際は、うん、ほぼ夏みたいな、ね、やっぱもうラジオにも残ってるんですけれど、はい、あのいやもう絶対寒いって私が言ってたんだけど、うん、で東さんはいや暑いんじゃないかなとかって言ってて、うん、東さん大正解でした、はい、大正解どころか、うん、夏だったね。夏だったね。夏だったね。子供たちがさ、しのけのあのなんだっけ、三重ライブの、うん、オーガナイズをしてくれた、うん、篠沢くんのね、うん、ご家族の皆さんがむっちゃ元気よね。もう着いて即海に入って、着いたらすぐ海を見たら、うん、首までみんなが浸かってたって話が超おかしくていや私もなんかね、うん、入りたい気分だったね。いや良かったですよね、うんうん、本当に天気に恵まれて、うん、今年最後の夏をギリギリ滑り込みで満喫したような、うん、感じですね。そうですね、うん、で今回はいつもはステージでライブやってたんですけど、うんうん、今回はその海岸の方の海に向かって DJ ブースが組まれてるんだけど、うん、そこでライブをやろうっていうことになって、うん、だからまあ今までとも違う新鮮さもあったし、うん、よかったね。すごくそうね、まあそれね、音のことを言ったりとか、例えばモニターだとか、うん、そういうこと言ってたらもうね、うん、キリがないね。キリがないね。もうそんなことじゃなくて、うん、もうあのムードっていうか、うんうん、あれはもうあそこでしかできない感じだよね。うん、そうね、うんうん、来輝くんも来たりとか、もうちょっと僕驚けばよかったかな。急に来たから。とりあえずあれよね。サプライズ的に。そうね。でもさ、やっぱり
まあ、特に来輝くんとかはさ、うん、しょっちゅう会ってるわけじゃない。そうね。しょっちゅう会ってる気がするのよ、うん、我々の交友関係の中でも、うんうんうん、その会ってる友達の方だから、うん、なんかどこにいてもそんな不思議じゃないよね、うん、東京で会ったとしても、うん、そんな不思議なんか違和感なくてないよね。忘れちゃうんだよね、その彼の移動距離を。そうだね、結構すごい距離を来てるんだけど、うん、でもそれはもう根梨くんも真司くんも一緒なんだけど、そう、ね、うんうんうん、あでもなんかもうちょっと驚けばよかったかなと。あでもまあね、あのなんていうの、そもそもっていうか基本あずまさんそんな驚かないから。そうなんだよね、あのなんていうの、驚いてるんだけどこうそれがこう表に出ないかったりとかすることも あ、うん、ある。うん、みんなそんななかったんですみたいなことに。いや、何か甲斐がないと思われたら嫌だなと思って。そんなことないですよ。いや、そんなことないですよ、うん、驚いてはいるんです。驚いてるんです、うん、東さんね、うん、まあね、そういうのもあって、うん、なんか楽しさが、うん、倍々でまあね、増していった感じですね。それは今年は どこに行ってもどうしてもまあ、全てが久しぶりなわけで。そうね、うん、まあこう味わってる感じ、うんうん、まあ、久しぶりにパンチ君の DJ も聴けたし。あ、そうだね、うん、まあ、そのイベントの翌日は、うん、シンジ君が僕らと来輝君と中谷さんを車に乗せて白浜まで小旅行に連れて行きました。地図を見ればね、どれだけ遠いかが分かるんだけれど、うん、本当に遠いんだよね。なんかもう簡単にあの隣が海南で、海南まではね、はい、普通に海南のライブ、うん、アーケードっていうライブイベントがそこで行ってて、でも海南は本当に近いんだよね、うんうんうん、駅の次の駅ぐらい、うん、 そうね、でもそこからまた結構車で1時間半ですね。うんうん、しかもそれって あれを高速使ってたからね、うん、いやー和歌山って和歌山広いのかな、広いよね、うん、広いっていうか長い、うんうん、白浜はそうですね、まあ、3年前ぐらいに新宿に連れてってもらって、うんうんうん、その時はね、なんか日曜日だったせいもあって、うん、まあ、ちょっと人も多くて、うん、観光地である、うん、海岸とかに行ったりとかしたぐらいで、うん、よくは分からなかったんだけど、今回は白浜の町の方というか、うんうんうん、一番の目的はムヤっていう洋服屋さん、うんうん、そもそもねオリジナルの洋服をしてて、だからさっき話したその海南のアーケードの時に知り合って、うん、まあ、その時に見て、あ、もうこれ素晴らしいわと思って、うん、もうお店に行ってみたいと思って、うん、で4年5年前にあの根梨くんのイベントの時に、うん、あの連れてってもらったかな、同じように、うん、それはね白浜だ、その時に白浜に行ったんだよね、うん、うん、そうですね、うん、でムヤが新たに白浜のその、まあ、海岸の方というか、うん、カフェと洋服とあと上にゲストハウスになるか、うん、を作って、うん、そこにまず行って、うん、カフェでご飯食べたりして、うん、過ごして、その後も、まあ、街を散策して、うん、なんかもうそうそう中谷さんの友達とか、うん、で結果回ったのはもうその時のアーケードの時の友達が多かった、うん、その時に知り合ったんですよって言われてたくらいだから、うん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 、やっぱあのイベントってそういう意味ではさらにいろんな結びつきを、うん、その和歌山っていう土地で作ったんだなっていうのは思ったんだけど、うん、あと経営型チョコレートファクトリーだったっけ、チョコレートを作って、まあ、カフェみたいにお菓子とか、うん、コーヒーとか、うん、あとはホテルに行ってね、私が挙げてた東さんの、あの和歌山の和歌山白浜旅行の
インスタの、写真で多分一番最初の東さんの写真はそのホテルのところで空を撮ってる、うん、東さんを撮ったんだね。ホテルシーモアか、うん、まあまあ、前回行った白浜とやっぱ圧倒的に違うのは、まあ、シーズンアウトしてるっていう、うん、まあまあ、夏をシーズンとするとね、和歌山は、まあ、新宿のおかげでこんなに行くようになったんだけど、なんかいろいろあるんだなと思って、うんうん、だからその海南のイベント、アーケードっていうイベントも本当面白かったんだけど、まあ、あれはなんかこう、まあ、できるべくしてっていうのも変な話だけど、そういうコミュニティとかそういう人たちが いっぱいいたんだなっていう。そうですね、うん、まあ、和歌山をね、とにかく今年は3回ライブしたわけだしね、いやもう満喫して、まあ、これからも和歌山でのライブはねしたいなと思ってるんですけども、はい、ネナシグサバグースのライブで、うん、福ちゃんが来ててね、ね、久しぶりに、うん、もうまあまあ久しぶりというか 誰も彼も久しぶりなんだけど、うん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 、福ちゃんが来てて、でまあ福ちゃんが新しいお店、うん、地元実家の場所で、うんうん、新しいお店をやってるのはインスタとかでも知ってたから、うん、大阪ね、うん、うん、その次の日、うん、またその次の日に行ってみようということになって、新次君と中谷さんと4人で車を飛ばして東大阪そうそうの金岡町まで行ってきて、うん、その福ちゃんの新しいお店ミートへ行きました、うん、はい、よう遊ぶすごさじゃん、うん、でもなあ、いろいろ連れてってもらったね今回もね。ほんと福ちゃんは福岡の時、まあ福ちゃんも言ってたけど20年前になるって言ってて、うん、20年前に福岡で会って、20年の付き合いなのね、すごいね、まあ、彼がビンゴボンゴで働いてて、うん、その時に知り合って、うん、そこから福ちゃんは大阪に戻って、うん、で実家の仕事とかして、うんうん、で何回かね大阪でもライブ、うんうん、イベントに呼んでもらって、うん、でまあそれからしばらくして、うん、久しぶりに会ったと、うん、そしたら福ちゃんはお店やってて、うん、福ちゃんのその新しいお店ミートは、うん、ちょうど実家の果物屋さんの蓮向かいにできてて、うんうん、インスタの写真とか見ると分かるんだけど、とても綺麗で、とっても綺麗、うん、ほんとかっこいいと思いました、うんうん、そのお店でもね来年ぐらいにライブ、うん、できたらいいねっていう話をして、うんうん、ちょっと楽しみが、うん、増えましたね、増えました、うんうん、11月13日、うん、東京の阿佐ヶ谷田端、うん、で、うん、セルリリース記念ライブです、うん、そうですよ、遅くなりましたって感じで、本当だよね、でもなんかねもう出しいろいろ出しましたよみたいなのがいいかも、まあそうね、その間にねライブでもすでに何回か歌ってる曲もあるわけだから、うんうん、自分たちの中でもちょっと消化できてるかなという感じがするので、うんうんうん、ね、まあ、それでもライブでやってなかった曲2曲ぐらいあるんで、うんうん、それを猛練習して、うん、できれば全曲、うん、セルの曲をやりつつ、いい、うん、もちろんスモールサークルフェンズの他の曲もやって、うん、でも本当、まあ当たり前なんだけどさ、うん、曲選びが大変になってきたなと、うん、そのやりたいけど時間がないみたいな曲もあるわけじゃない、うん、まあそれ結構ショートサイズにしてなんとか入れ込んだりとかはしてるけれども、うん、どうなんだろうね、聞いてる人はなんか意外にいっぱいもうどん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 こう変わってった方がいっぱい聞いた方がいいのか、それともやっぱりそれは一曲聞きたいよねみたいよねっていうのか、うん、そうなんだよね、難しいなと思うんだけど、うん、まあ、やってて自分たちが違和感あったら良くないよね、うん、良くないんだろうけど、うん、ショートサイズにして、うん、そうね、まあ、自分結局自分たちか、まあ、例えば次の東京ライブとか、うん、11月には
蓮の湯ライブが久しぶりにあるんですけど、そういうライブとかはやっぱりね、ゆっくり歌ってゆっくり、そうね、うん、まあ、基本、まあ、そのフルでやる、一、うん、曲フルでやるつもりで臨もうとは思います、うん、はい。11月13日東京阿佐ヶ谷タバサにて、はい、スモールサークルフレンズセルリリース記念ライブ、はい、予約は、そうですね、スモールサークルフレンズのホームページや、はい、ツイッターや、はい、インスタグラムで、はい、お知らせしてます、はい、お待ちしてます。ふぅ、ふぅ、ふぅ、ダメだ、追いつかれちゃう。ふぅ、ふぅ、もうダメだ、絶体絶命。うん、あ、あれ夢か。はぁ、よかった、助かった、やばかった。夢とはいえ走り回ってもうクタクタだよ。いや、夢だから実際には体動いてないんだけど、それでもこのドキドキバクバクはやばい。にしても最近ずっと追いかけられる夢ばかりだよな。誰に追いかけられているかわからないんだよな。顔見ようとしてもそこはなんかヘノヘノモヘジみたいな感じだし。これってなんか意味とかあんのかな？ちょっと検索しよう。夢判断。追いかけられる夢と。なになに？追いかけられる夢は、精神的に追いかまれていることの表れ、ストレスやプレッシャーを感じているとよく見る。は、そうか、ストレス。確かに。探偵さんといるとストレス感じてる。やっぱり。ティーブスで Did It Again 聞きました。嬉しいね。そうですね。新しい、だからね、こういう感覚っていうのは、うん、やっぱりなんか、まあ、そういうふうに私たちも思ってもらわなきゃいけないって、もう常々思ってるんですが。うん、まあ、本当嬉しいよね、新しいものを聴ける。そうだね、うんうん、アルバムはもうちょっと先なのかな、ね、でもなんか録音してます的なあのストーリーズとかあと、うん、ディスコードとかにも、うん、あの上げているんだけど、うんうん、2曲かな、先行シングル的に2曲あって、うん、まあ、それを聴く限りは、うん、ティーブスの音だなと思ってね、うん、ほんとなんだろうな、嬉しくなるよね。そうなんだよね、うん、でもどのくらい間が空いてんだろう、前のやつ、前のアルバムから4年とかじゃない、4年ぐらいかな、うんうん、リリースのそのインターバル、うん、僕自身は最近だとね、うん、まあ、好きなアーティスト、うん、毎年聞きたいなと思うのね、うんうんうん、何かしらリリースしててほしいなって思うんだけど、うんうんうん、それってみんなもそうなのか、どうなんだろう、でももう毎年だとちょっと飽きちゃうよみたいな。私も、まあ、比較的どんどん聞きたい、うん、まあ、もちろんなんかね、ライブとかで前の曲とかしたりとか、知ってる知ってるみたいな、うん、いいよねそれってこうなるんだけど、なんかね、いつまでもずっとなんかそれもなっていうか、新しい曲作ろうよみたいなことはやっぱすごいあるよね。新しいものを聞きたいし、まあ、好きなアーティストにはそうあってほしいなっていう、うん、そうだよね、うん、例えば諦めてたアーティストとかが、諦めてたってのもおかしいんだけど、うん、もう出さないんだろうなこの人たちって思う人たちが突然出したりとかすると、まあもう驚くし、むちゃくちゃ嬉しいんだけどね、うんうんうん、それはそれでそうなんだけど、うん、うん、まあ、その大好きな人が何年か10年ぶりのアルバムですって言われると嬉しいけど、うんうんうん、その10年何してたんだろうっていう、いや何してるって普通に何かをして、まあ、スモールサークルフレンズも、
2021年にセル、うんうん、その前のアルバムが2016年サイレンスなので、うんうんうんまあ、5年経ってて5年以上経ってて、うんうんうん、僕ら自身はもう5年も経ってましたっけぐらいの感じなんだけど、うん、でもこれが僕もしかしてそのスモールサークルフレンズ好きな人だったら、うんうんうん、もっと出してもらった方が嬉しいかもみたいな、うんうんうん、まあそういうのもあって今はなんかもっと毎年出したいぐらいのテンションはあるよね、うん、ちょっとまあその武井文らとかスタジオセブンファイブとかもあるけど、うんうんまあ、それよりもスモールサークルフレンズもっと毎年出そうみたいな、うん、ティーブスの話はほぼしなかったですねいやということなのよ、うん、ティーブスもそろそろおしまいの時間です、はい、そうですねもうあと2ヶ月半ぐらい、うん、今年もはいそうね1年っていう周期があるなんか普段考えないことを考えようとしても何も浮かんない浮かばないでしょ日頃言わないようなことを言おうとすると、うんうんお正月ももうすぐとかさ、うん、年末ですとかさ、うん、なんかもうそんなことをあまりねイベントと考えないしね関係ない生活をしてたりしてまあそれでもまあ、ライブとか、うんうん、そう DJ とか、うん、人のライブ見に行ったりとかも、うん、ちょっとずつ増えてきて、うんまあ、去年とは違うなと思いますね、うんうんまあ、11月になるとね、うん、その東京阿佐ヶ谷のライブと、うん、蓮の湯ライブも待ってるんではい、蓮の湯ライブも予約はもう始まっているので、まあ、旅行ができる環境にある人とか、まあ、行ってみようかなと思う人とかその11月のライブに向けて、うん、ちょっといろいろリハーサルも詰めていって、うんうん、あとはレコーディングもねレコーディングにいい季節なんでそう実はレコーディングを始めてるんですよだから希望としては寒くなる前に撮っちゃいたいなといやもう本当なんか過去にそういうすごい寒くてでもあなんていうの暖房とかうちはデロンギとか、うん、デロンギ、うん、そうねアラジンとかなんだけど、うん、それでも寒いから、うん、絶対寒くなる前に、はいそれが目標ですねはい今年の今年とか言っちゃったという感じでお送りしましたラジオスタジオ75、はい、スモールサークルフレンズの東力と茶月でしたまた来月